さあ、手話を広く知ってもらおうとナンションでスタートしたみんなでつながる手話わわーのコーナーです。我々も一緒にね、手話について学んでいきたいと思います。今日紹介するのはお疲れ様です。ハローさん、お疲れ様、手話でどうやると思いますか？お疲れ様、なんかこう肩をポンポンってやる感じの動きで、なんかこう明日から二軍だみたいな言い方をなんか言ってそうな感じ。お疲れ様。その肩叩きじゃないですよ。そっちのお疲れ様じゃん。後ろからね、背中から。重いお疲れ様ですね。いろんなお疲れ様の、ね、意味合いがありますけれども、正解はこちらです。はい、縦にした右手の拳で、ね、左手の手首より少し肘側のあたりをトントンと二回叩きます。左手は手の甲が上に向いている状態ですね。はい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 、で右手、縦にした右手でトントンと、トントン、大丈夫ですか？手首ではなくてちょっと肘寄りですね。はい、このあたり、上のあたりをポンポンと。ひろきさんちょっと動かしすぎて、急によしまあいろんな説あるですが、手をねぎらってこう優しく叩いてあげると、手に対してお疲れ様っていう、はい、手に対してっていう意味はあるんですね。仕事終わりだったりこう手伝いをしてもらった時のねぎらいの意味で使うことが多いそうなんです。二軍に落ちる時はどうなんですか？それもこれから言われる時はそれもこれでいい。それもこれですか？じゃあ一緒に皆さんやってみましょうか、はい、せーの、お疲れ様。もう一度、はい、お疲れ様。はい、覚えましたか？はい、お疲れ様、ね、これあの我々もウェブ会議の終わりなどに使用してるんですよね、いつもね。そうですね、NHK でね。そうなんですよ、リモート会議とかが多いので、まあ、画面越しのちょっと無機質な会議も温かい、少し温かい気持ちで最後終われますよね、皆さんもぜひ手話を使ってみてください。以上、手話わわーのコーナーでした。